立花湾は長崎半島の東岸と島原半島の西岸に囲まれた湾である。南は天草灘と連続している。地質学的にはカルデラ湾に属する。かつては千々なだあるいは千々湾と呼ばれていたが、1919年に立花の修途中佐の像が南高木郡千々町に混流された際、関係者が名称を 立花湾に変更するよう申請し、海図作成を行っていた海軍水路部がそれを採用したため、その名称で記載されるようになった。立花湾は、指定のマグマが地表に噴出した際に陥没してできたもので、湾岸の事は断層群と合わせて、事はカルデラと呼ばれる。海岸線は緩やかな曲線を描く。海岸は、険しい断崖が多いが、 千島など砂浜が広がる区域もある。牧島、前の島、向島といった島もあるが、すべて海岸近くにある。最大の流入河川は、島原半島西岸の千島岩川、その次は、東長崎地区の八郎川である。湾港は、水深70メートル前後で、早崎瀬戸に近い島原半島南部沿岸は起伏の、激しい岩礁堤が広がる。しかし湾王部では、 水深40メートル以前で平坦な砂米底となる。立花湾の地下にはマグマだまりが存在しており、雲前普賢岳や島原温泉、雲前温泉の熱源となっている。また、1922年には M6.9 の島原地震が発生し、長崎県を中心に大きな被害が出た。20世紀前半を参照立花湾では有明海から出てきた。 沿岸水と外洋水が混じり、海峡の変化に富む。沿岸漁業が盛んで、巻き網による岩子味、サバ漁、小型底引きによるエビエソ漁、釣りによるタチウオハモ漁などが行われる。また、牧島、トイシ地区では、マダイやトランフグなどの養殖も行われている。南半導イルカやスナメリなどのクジラ類が生息しており、付近の早崎瀬戸は、 イルカウォッチングを楽しめる観光地となっている。波が静かで、水深もあるという点から、オイルショック後の1978年と1980年には、タンカー病白による石油備蓄が実施されたこともある。ありがとうございます。